酒井、話がある。侍が負けたなんて信じられない。賊や海賊がいても鎧を整えてもよろしいでしょうか。また頼むぞ。道中どうかお気をつけて。酒井、話がある。そんな気がするよな。お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな、巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神館におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。
待たせてしまったな。あのまま死ぬのかと思いました。恩に来ます。もう行け。どこかにかくまってもらえ。そんな場所ありません。猛虎はこの近くの辻で待ち伏せして通る者を捕らえてるんです。案ずることはないぞ。任せておけ。丸焼けだ。火矢を使ったな。背負いられておる。今日疲れたのか。日本の矢、叔父上の陛下。犯人は島の者だ。おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で、年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる。確か1日か2日で我が家に戻るはずです。そなたの家に。飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、火急のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ。この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と。松と申します。先生から何か聞いたのか。いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られて、どのようなご気分。重い席が伴う。密かにお楽しみでは。俺が化け物ならばな。それは意外なお答えでした。すぐに調べろ。先生が立ってしまう。ああ、体。仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ。ああ、狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ。獲物をその気にさせるだけ。
それは愉快。男でも釣る気か。次を見に行きましょう。北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは？父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村？まさかあなたが噂のクロード？でももののけのごとき背の丈だったはず。嘘だ。猛虎をたばかるためのな。それはつまり大げさな話を広めたということですか？勝つためなら卑しき真似もせざるを得なかった。誰もがそう。獲物が取られる。追い払ってください。早く。任せろ。飢えておるな。お主ら。どうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてつい、もう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか？獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ？あと一つ。でも少し遠くに。通ってばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは？噂は所詮噂。仲間がおらねばとうに死んでおる。謙遜なさらずとも。これまで生き延びたのも足立家の総領や野党のおかげだ。皆の働きは語られぬが感謝しておる。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです。何か取れてるかも。取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる？本土、猛虎も戦もない地。あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする？京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ。行こう。先生がお待ちでしょうからね。てきました。どうか離れずに。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今何と？気にするな。急げ。
れよ。猛虎が家の近くに。始末する。下がれ。したがるはずですね。家はどこだ。この近く。さあ。ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな。なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、騎兵を全て倒すなど無理だった。つまり助太刀がいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょ。3人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。まだ行かないの？酒井、酒井、守備はどうだ。知らせがあります。北の城郭で巴と話しました。猛虎に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。騎兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首をはねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も
助力を必要としています。乗ってやるとするか、肩をつけてやる。志村様の城で蒙古どもを苦しめ、矢筒を新しくいたしませんか。お役に立ててください。礼を言う。坂井、巴江から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。よいか、一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は？ウムギ谷の北、捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮鼠は猫を噛むと言います。窮鼠など恐るるに足らん。あやつにできることは2つ。助力を仰ぐか、牙を剥くかだ。巴を知った今どう思う？旧兵を一掃できるならば試す価値はある。己の命を落とすな。上学では無事でした。あの場にわしがおれば結果は違ったぞ。待ち伏せでなければ話を聞き、企てが誠なら手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。
何か聞くおつもりですか。巴と話すことなどありゃせん。寝返ったわけはあの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐだ。気を抜くな。ここからは歩くぞ。ダメ、敵が隠れておるやもしれん。あれが鳥羽。敵はいません。見えぬだけよ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は石川先生。ジン、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待っておれ。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。旧兵が攻めてくるそうだな。時と場所は。ウムギ谷、すでに向かってる。なぜ教える。藩への仕返し、私が旧兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします。しまった、もう米つけていたか。巴、待て。張るでない。罠など張っておりません。巴は応戦しておりました。芝居だ。油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り行ってあげましょうか。やめよ。このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。ウムギ谷を救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した。拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら猛虎に気に入られた。生き延びたこと謝らないよ。猛虎の番兵、私がやる。
と出して。どうぞ。武将、どうぞ。どうぞ。浜への近道は分かるか。我らの姿を見られたら急兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を。お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに野営を増やすつもりでしたから。手下に感謝せねばな。串に着く頃には旧兵は手に負えなくなり命令も無視された。援軍だ。数が多い。行くぞ。杖のような口ぶりだ。腹の奥にある林、あそこならば休めそうだ。巴、櫛でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。猛虎は多勢であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか。いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め。俺が見張ろう。日が沈んだ。行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょう。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人を。まだ来よるか。身を隠せ。ダーゴロ、なって、おっそん。一夜、一冊。勇むなよ、社会。先生、よく狙って、先生。一度、お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで、矢を放つ。おお、よう考えたの。できないね。ここで戦えば旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る。私が先陣を。後ろは任せます。
私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火矢一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。まずまずの出来だ。巴はどこです。知らん。怪我でもしたか。巴、戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか。そうかもしれません。旧兵を殺したところで巴の罪は消え。復讐は果たしました。狙いはそれだけか。最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では産谷には何が。村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと。どうされました。女が通らなかったか。一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。巴めえ、たばかりおったか。ですが産谷を救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけ。常に先を越されますね。だがまだあやつを止められるぞ。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢。行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都につけるかもしれません。ああ、巴ならつけるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。
わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。心配は無用だ。